見れば見るほどです。はい、さあこのお便りは今日はまた一番多かったような感じでございますけれども、何のお便り、坪井食堂小高支店さん、クリオネブルドックさんからもいただいております。わかめじゃけさんからもいただきました。主婦山主婦子さん、坪井亭鶴光さん、今やるのいつでしょうさんからもいただいておりますけれども、シルバーポンタさん、オレオレ詐欺改め母さん助けてという助けて詐欺。はい。ということになりました、はい、ということですね。この間からそのね、いろんな、こう、振り込め詐欺とか、オレオレ詐欺とか、はい、あの辺の名称を、こう、募集してましたもんね。そういうことです。警視庁は12日振り込め詐欺に代わる新名称を募集しておりましたが、最優秀作品に、母さん助けて詐欺を選んだと発表しました。募集には、短文投稿サイト、ツイッターと、郵送で、およそ 14,104 件寄せられたということで、うん、警視庁は62点に絞った上で、高齢者アンケートを実施し、母さん助けて詐欺が最も支持を集めたということです。西村警視総監は普段からお母さんと話をして被害に遭わないようにということを語りました。昔はオレオレ詐欺でありましたのがね、現在では進化して遭わないので、母さん助けてよ、マッチしているので良いと思います、注意しましょうねということですね。はい、はい、ああこれ振り込め詐欺、オレオレ詐欺、いろんなこう名前がね、はい、あのその都度その都度減少と言いますか、この犯罪の減少によって名前をちょっと変えていこうということですね。丹野みどり気象予報士さんからいただいた何を買い取るんですか、それはね。はい、はい、はい。山田木材よいしょさんからもやっぱりいただいておりましたですけれども、まあ西村警視総監と振り込め詐欺、防止のキャンペーンに協力しているタレントのコロッケさんが振り込め詐欺の新しい呼び名を発表いたしましたということ、あのコロッケもね、はい、あの協力してということでありました。ピンピンダラリンさんからもやっぱりそういうようなお便りをいただきまして、たくさんのご応募がありましたということであります。でそれから主婦山主婦子さんですけれども、まあ大体この振り込め詐欺という、まあ、今までの名前で言うならば2101件、被害総額は59億円、すごいですね。昨年を上回るペースで発生しておりまして、特にオレオレ詐欺事件が昨年同期より倍増して、うち8割の事件で犯人が被害金を直接受け取っていたという、だからこれはもう振り込んでくださいよじゃないんですよ。はい。うん。母さん、俺だけどさ、なんか突然かかってくる。どうしたの?あのさ、カバンさ、置き引きにあっちゃってさ、もう、まあ、困ってんだよ、母さん。あ、大丈夫?うん。あのさ、その中にさ、お金が入ってて、これ、お得意の方に届けるお金が300万円入ってんだけども。会社のお金。うん。で、それさ、じゃ、300万ぐらいさ、俺なんとかできるんだけど、カバンの中にさ、通帳とか全部印鑑も入っちゃってるもんだからさ、すぐ下ろせないんだよ、母さん。え、どうす、だから母さん、悪いけどさ、ちょっと300万円、ちょっと用立てしてくれねえかな。母さん、お願いします。こういうことで。うん、あ、わかった。どうしたらいい?俺これからちょっと待んなきゃいけないから、会社のものに、あ、それから、携帯も、俺、カバンの中に一緒に入っちゃってんだよ、母さん。だから俺の携帯でやろうと思ってもね、普段の番号じゃダメなんだ。だからね、今これ、友達に借りてるから、なかったらこの番号にかけてくれたら、俺出るしさ。だから母さん、会社のもんにさ、若いもんに取りに行かせるから、それ渡してやってくれよ。こういうんですね。はい。です。お母さん、一つの会社のもんにはさ、俺、こんなことして300万円取られたっつったらさ、また会社にいろんなこと、また言われちゃってさ、出世にもかかって、でさ、だから。会社に電話しないでね。会社にも電話しないで、そいつにも、あ、本当に大変だったねって言わないで、これ封筒書類という形で、母さんは渡してくんないかな、うん、こういう筋立てストーリーですか。まさに母さん助けて詐欺ですね。助けて、振り込んでくれって言ってないですもんね、一個もね、うん。振り込みじゃないって言ってだから振り込め詐欺に気をつけましょう、振り込め詐欺に気をつけましょうと言ってると、これは違う話なんだということになりますからね。うん、はい。ですからこちらの方、周平山修子さんからも、ねえ、だから、で、今年もだから、いろいろこう、被害が出ていてということでね。はい。はい。新手のね、こうやって名前がつくと、うん、そうじゃないような新手のやり方っていうのが、また出てきてっていう、はい、まあちょっとね、追っかけっこみたいになってますから。で、今回なんかも、うん、母さん助けて詐欺っていうふうに名前がついたら、今度は、気をつけないといけないのは、うん、お父さんターゲットの詐欺が増えるんじゃないかとか、
そうや、僕は大丈夫やと思ってたら母さんが気をつければいいんだと、はい、お父さん思ってたらあかんよということで、ね、動物奇想天ぷらさんもそういうのお便り、新宿のしじみさんからもいただいておりますけれどもね、まあ年寄りも含めて私も含めて本当にね気をつけないかんなと思います、うんうん、Y 亀吉さんからもいただいておりますがね、え皆さん息子娘から電話かかってきたらまず疑いましょうと、なんか合言葉とか決めとくといいですよね。そうやな、親子で、はいはい、あんまりこう想像、他人では想像できないような、そういうことや、はい、栗といえばリス、こう分かりやすいね6といえば9チョコボール向かい加藤高おい、どんなんやそれ、どういう親子関係なんですか。わかります。わからない。答える私も私だわ。本当に反省するわ。はい。ですよね。はい。ワイキャメキさんもだからね、本当に、母さん助けと詐欺の名称わかりやすいですから、皆さんもね、覚えておきましょう。はい。ボツオさんからもね、まあ、一つピンとこないですね、という方もいらっしゃるようですね。マコちゃんからも、男性でも騙される人がいるんですから、とさっきの小高さんの指摘ですね。そうそうそう、うん、被害対象を女性に限定するのはダメだと思うんですけどもね、というあたりがボツオさんのちょっとピンとこないとこないところかなということかもわかりませんね。はい。まあ、今回、最優秀作品が母さん助けて詐欺なんですけれども、うん、優秀作の偽電話詐欺とか、さっきほら、うん、お母さんだけじゃないでしょっていうところでいくと、はい、親心利用詐欺とか。八の数の子さん、それ書いていらっしゃいますよ、はい。こういった名前も、上手に使っていくみたいな。そういうことですよね。はい、ことらしいですね。はい。まあ、とにかく一人で判断しないでと、まあ、こういうことですが、なかなか一人住まいのお年寄りも多いですからね。うん。友和さんからいただいております。私に言わせてもらうなら、こんな年寄りのなけなしのお金を電話一本で騙し取るなんて、捕まえたら即死刑詐欺としてほしいです。捕まったら即死刑詐欺そうやって言っとくと、なんかもう、はい、怖いからやめとこうってなるかな、なるかな、どうでしょうかね。栗とリスナー集会さんからも、いくら名前を変えても意識が変わらない限り意味がありません。今までいくつも名前を変えてきましたが、結局引っかかる人は亡くなっていません。名前が変わろうと、こういう手口が広がっているから気をつけましょうや、被害がありましたなど、ほとんど毎日聞くのに、それを気に留めない人が問題だと思います。姿形は大事ですが、中身が一番重要だということを再確認してもらいたいものであります、はい、ということですね。まあ、今回こうやって募集して、いろいろこうね、みんなが考えて送るっていうこの行為自体も、うん、そういったことの啓発活動、あ、こういうのが今ね流行ってるから気をつけなきゃいけないんだなって一般に知らしめる、はいはい、そんなことですもんね。この名前が変わったもんですから、はい、私なんかもこうやって放送でお話しすると、はい、たまたままた聞いた方も、はい、お、そんなことがあったのかと、普段聞かない方でもたまたま聞いていただけたら、はい、またありがたいですもんね。中折れ詐欺という方からもいただいておりますが、私は坪井先生に提案したいんですが、母さん助けて詐欺のどなたというのはまだ作らない方がいいですきっと母さん助けて詐欺では名前が長いなどの苦情が出て、呼び名が変更される恐れがあるかもわかりませんと。それとまた手口が変わってくると、そうです、ね、ということもありますね。オレオレ詐欺のどなたがね、はいはい、そういう経緯を踏みましたから、そうだったですよね、はいはい、押し入れバカ満点さんからも、やつらもまた新たな手口を考えてくると思うので、うん、その時はこちらも迅速に対応してほしいと思います。そうですね、はい、ええ、母さん助けてやるぞ詐欺ってどうやろな。どんな詐欺ですか。母さん、俺さ、この間さ、石油が掘り当ててさ、うん、母さんが欲しがってたさ、あれちょっと買ってやろうと思うんだよ、うん、助けてやるよ、ありがとう、はい、それでそれにはさ、手付けがいるんだよ。なんで手付けがいるんですか。それ騙される人なかなかいないと思いますよ。そんなこと今考えてますよ、はい、また悪いやつは、なんとかこれ、まあでもほら、はい、そういうのでね、お母さんにプレゼントしようと思って新たな事業を始めようと思うんだけど、はい、最初にこれだけがいるんだなみたいなところで言い出す人はいるかもしれない、はい、気をつけなきゃいけませんよ。そういうことですね、うん、シャータインさんね、こんな名称じゃ毎日被害に遭った時恥ずかしくて、母さん助けて詐欺にやられましたって言えんなと思う言えんなと思ったらまた気をつけてもらえればね、はい、そうですね、はい、豊橋の豆さんからもいただいておりますが、まあ、これだけ詐欺による被害が報道されている中、僕の感覚は引っかかる人は100人に数人だけの確率しかいないと思っています。確かにそうでしょう、全部成功はしてないでしょうね、はい、でも引っかかった人の例を聞くと、あっとこういう風だということですがね、その他のほとんどの人は怪しいとか不審に思ってるはずです。この人たちに捜査協力をお願いすべきではないでしょうか。坪井さんも常々言っているように、電話の向こう側には犯人がいるんです。
怪しいと気づいた人たちは無視するのではなく、とりあえず相手の誘導に乗っかったように見せかけた上で警察にその旨を連絡する。受け渡し型の詐欺であればそこで待っていれば犯人が向こうからやってくるんです。詐欺グループを一網打尽にできないとしても、とりあえず実行犯の一部を確保できれば犯人グループを捉える手がかりにもなるはずです。振り込み型とは、振り込み型ではいきなり犯人の特定は難しいかもわかりませんが、とりあえず口座番号はわかるんですから、被害が広がる前に口座凍結などの措置も、取れるんではないでしょうか。しかし今の警察の対応は、怪しい電話があっても無視してくださいというだけです。つまり犯人側からしたら、会話に乗ってくる相手は警察の捜査とは無関係の人なので、手渡し詐欺でもお金を受け取りに、安心してのこのこ現れることができるんです。今は犯人グループも受け渡し場所も2度3度と変更するなど慎重になってきているようですが、もし犯人側がこれは警察の罠かもしれないと疑心暗鬼になれば、捕まるリスクが高い受け渡し役なんて、なり手がいなくなると思います。警察が本気で振り込め詐欺を撲滅しようとするならば、国民に名称を募ることなどではなく、捜査に協力をお願いすることではないでしょうか。ただね、捜査の協力の仕方としてはね、騙されたふりするっていうのは犯罪に近づくことになりますから、はい、これはやっぱりやらない方がいいです。ただ、今よくやってます、録音するね、システムなんかを取り付けるとか、あと番号が出たらその番号を控えるとか、はい、そういった形での協力っていうのはいいと思いますけど、まあ、騙されたふりするのはちょっと良くないですね。まあ、しかしね、現場にね、行って捕まえられたっていう例もありましたからね、今まで。まあ、だから怪しいなと思ったらすぐに警察には電話するっていうのはもちろん必要ですけど。それと僕も言ってます。僕も本当にね、言ってることをよく書いていただきましたですけども、はい、電話の向こうに犯人がいる、はい、そして口座の向こうには犯人がいるというのは確実なこのルートがあるわけですから、はい、ここを何でもっとなんとかというふうにできへんのやろうかなというふうに思いますね。だから怪しいと思ったら必ずやっぱり警察に連絡して、そこからがね、その警察の対応がどうかいうところはね、はい、言うからにはやっぱりちゃんと捜査してほしいなと思いますけど、口座なんかも全部登録しておいてね、そしていきなり凍結すると諦めてしまいますから、凍結、そこがもうピッとこの今使用されているなということになれば、はい、そこから凍結して、で、向こうから、ちょっとどうなっとんじゃって、銀行の方に来るとかね、来ると連絡が来て、あ、すいません、はい、今調査中ですんで、折り返しお電話差し上げますけど、みたいなですね、はい、そんな手だって、なんか僕はオンラインの中で、どこの口座が今パッと今ね、使用中なのかどうかって、わかりますでしょ、いろいろやり、口はあると思うんですよ。ね、まあ、金融機関なんかも最近はいろいろこう協力的にね、はい、大丈夫ですかって声かけをしてみたりとか、怪しいものをちょっと待ってくださいってちょっと止めてみたりとか、はいはい、そういう試みもされてますので、そういうことですよね。もうちょっとそういったところの連携プレーがね、うまくいくといいですよね。本当に口汚く言うならばですね、そういうものを無防備であるという、無防備というか何も協力しないということであれば、銀行は犯人に加担しながらお先棒を担いでるという、汚く言えばですよ、ことになりかねない、ね、なりかねないわけですから、そうならないためにもですね、はい、なんとか銀行は銀行のそのシステムを使って、はい、防犯できるという、そうですね、ことも考えられるように気がするんですけどもね。やっぱ検挙することが一番のね、はい、防犯になりますからね。まあ、いろんなお便りをいた